トーマス・シェイン・レーベは、ドイツのモトリク状競技選手。専門は短距離走の400メートル。屋外で44秒33、室内で45秒05の自己ベストを持つ、屋外と室内のヨーロッパ記録保持者。1987年ローマ世界選手権、男子400メートルの金メダリストである。1983年8月、18歳4日という若さで、 ヘルシンキ世界選手権男子400メートルのファイナリストとなり45秒50で6位に入った。これは世界選手権400メートルの最年少ファイナリスト記録である。1985年1月、パリ世界室内陸上競技大会男子400メートルで優勝し19歳166日で世界タイトルを獲得した。これは 世界室内選手権400メートルの最年少金メダリスト記録、最年少メダリスト記録、最年少ファイナリスト記録だったが、現在は最年少金メダリスト記録以外は更新された。1986年2月9日、室内400メートルで45秒41の世界記録を樹立。1987年8月、ローマ世界選手権。 男子400メートルをヨーロッパ記録の44秒33で制し、屋外の世界大会で初の世界タイトルを獲得した。1988年2月5日、室内400メートルで45秒05の世界記録を樹立し、2年前に自身が樹立した45秒41の世界記録を塗り替えた。この記録は1992年2月9日に、 アメリカ合衆国のダニー・エベレットによって更新された。1991年3月、セビリア世界室内選手権、男子4400メートルリレーで、ドイツチームのアンカーを務め、3分03秒05の世界記録を樹立して優勝した。この記録は1999年3月7日に、アメリカ合衆国チームによって更新された。記録欄のうちの数字は、風速で、 プラスは追い風、対は向かい風を意味する。ビコーランの記録は、当時のもの、北京2015スタティスティックスハンドブック。国際陸上競技連盟。2015年10月1日閲覧。IAAF アールドインドアチャンピオンシップス。スタティスティックス E ブック。国際陸上競技連盟。2015年10月1日閲覧。AB、IAAF アールドインドアチャンピオンシップス。 スタティスティックス、e ・イーブック。国際陸上競技連盟。2015年10月1日閲覧。1991年世界室内選手権。男子4400メートル。リレー決勝リザルト。国際陸上競技連盟。2015年10月1日閲覧。IAAF アールドインドアチャンピオンシップス。スタティスティックス、e ・イーブック。国際陸上競技連盟。 2015年10月1日閲覧、ありがとうございます。